ジャイアンツ、ヤンキース、日本時間1日、サンフランシスコ。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は、5月31日、日本時間6月1日、敵地、ジャイアンツ戦に、3番、指名打者、で出場。6回の第3打席で2打席連発となる20号ソロを放った。5月は14本目で、歴史的な1ヶ月となっている。動画、193センチの大谷翔平が、 小さく見えるジジャッジと並ぶシーン3回、1・1・3塁で迎えた第2打席では左翼席へ19号を放ち、アストロズのカイル・タッカーガイア野手、オリオールズのガナー・ヘンダーソン内野手を抜いて本塁打を大争いでメジャー単独トップに浮上していた。6回先頭の第3打席ではバックスクリーンへ飛距離426フィート、約129.8メートルの20号ソロを放った。 打球速度112.3マイル、約180.7キロ、で、打った瞬間確信のアーチだった。2022年にはア・リーグ新記録となる62本塁打を放って MVP を受賞。今季は4月を終えた時点では、6本塁打、打率ドット207、オップス、754と本来の調子ではなかったが、5月に入って本塁打を量産。30日、同31日。 の敵地、エンゼルス戦では18号を放っており、2試合で3発の量産体制となっている。